のキャンパスの近くに男坂っていうところがあるんですよ。男坂、男坂はめっちゃ急なんですよ。急の階段が結構本当にマジで普通に歩いて登るのしんどいぐらいの階段があって、そこにそこをダッシュとかをばっかりやってましたね。さあ男坂にね、はい、案内してくださるそうですけれども、もう嫌な思い出しかないですけども、はい、こちらっすね。いやーマジうーわ足腰が鍛えられるという噂のこれですか。これのおかげで痩せましたから、僕も大学入って太ってたの。うーわマジか、これですよ。これを走ってたんですね。もちろん毎日のように走ってましたから、うわ何十往復と。やばいね。あーやっぱ近くか、近くで見ても分かるけど、これ動画でどんぐらい伝わってるかっていうね。いやでもこの一段一段のこの高さも見てほしいですね。このはいはいはい、はい、この高さ、一段一段の高さもできない僕が登ってきて坂で、階段屈指なんで、ね、これは何と比べればいいか分かんないけど、分かんないですね。普通の段差の 1.5 倍ぐらいはある感じで、ね、感覚的に。はいはいはい、はい、様になってるね。なってますか。はい、この感じでずっとこの感じで、ここに2列で並んでブワーって並んで、あ2列なんだ、2列です、2列です。でほぼ競争なんで、ふわで上に練習責任者がいて、そう練習責任者がいらっしゃって、手を叩くと、手を叩くと僕らが走り始める。そうなんです、真剣にやってたんで。え今できる、あもう染みついてます。マジでここに立つともう近くなります。いいね後ろ姿、いい懐かしいよ。じゃあ俺上立ってるよ。あお願いします、うん、じゃあまず中段からで、うん、これ割と普通に階段登るだけでもまあまあきついっすね。おー早い早い、しゃー早いね、行きましょう、もう一本行きましょう。えでこう下ってもう一回行くので、すぐもう一回戻って、やばっ、みんな体が降りるのめっちゃ早くなる。あるよねそういうので、すぐこっち来てもう一回用意ドンって用意ドン、シュッシャーって感じ、ね、なんて言ってんの最初、ダッシュって言ってました。あ、ダッシュ。でもその時もう多分ダッシュって言ってましたけど、うん、先輩もなんて言ったかはっきりは分かってない。シャーみたいな感じのこと言って、シューしか聞こえないよこっちは。シューしか聞こえない。うわ、早っ。これがね、きついんですよ。もう一本？ちょっともう上一個乗っていい？もう一個上ね。はい。さらに上がちょっとありますから。よーい、ドン、シュー、シュおーすごいね。ここからが本番なんだ。やっぱ中段までは余裕だ、ここから上段までは真理さんと、やばこれ、この一段とかの高さ本当見てほしい。そうだね、伝わってほしいよな、このね、なんていうんだ、どこまであるか分かんないけど、これがすねの真ん中ぐらいまでの、うん、難しいな、映像難しい。どうすか久しぶりに走って、でも気持ちいいですね。気持ちいい。気持ちいいし嫌な思い出も、ああまあそうだよね、思い出すよねこういうのね、はい、ちょっと僕も走ってみようかな。え、うん、行かれます、うん、ちょっとじゃあ僕はこれ一発で行くんで。いや行けます、はい、結構きついっすよ、長ズボンであるってことこれ。いや関係ないっすよ。すごい傾斜よこれ、慶応もあったんですけど、こういう階段ダッシュみたいのは
ちょっとこれほどの傾斜はないというか、長さはね、なんか下手したらうちの大学の方があるかなと思ったんですけど、傾斜が桁違いですね、男坂。よし、行ってきます。いつでも どうでしたか。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなすぐ聞かないで。いやいやいや、同じスピードで聞いてますよ。明治名物の男坂どうでしたか。なんかやってた、なんかやってた。これをだから、まあ、1日20は少なくともやってる、20やってると思います。これは練習、土日とかの練習は20はやってます、確実に。やめてます。確か1やめる時の1年生のスピードでした。やめる やめる1年生のスピードでした。久しぶりだな。久しぶり。いやーすごいね、明治恐るべしって感じでした。はい、はい、ありがとう、ありがとうございました。はい、いきます。よーい、よーい、ドン。このチャンネルは応援芸人梅田元気よくの応援チャンネルです。チャンネル登録お願いします。